ダッシュでこずどうも武田でございます。ティザン2号で屋敷でございます。3年ぶりの習志野選手権、イエーイ。ということで約3年前ぐらいに初めて一走走るという動画を皆さんにお届けしたんですけれども、ローカルの大会なので僕たちも出場チーム1チームだったんですよ。だったにもかかわらず中学生のみんな応援してくれたり、動画の再生回数も今見たら 9.6 ぐらい回ってたんで約10万再生ぐらい回ってたんでめっちゃ回るやん。いい大会にはなってるんですけれども、コロナとかの影響でずっと大会なかったんですけど、まあ約2、3年ぶりに開催されて、今年はちょっと出ようかなと、今年また帰ってきたという流れになってます。お疲れ、お帰りなさい。今回もね、4×100m リレーに出場していきたいんですけれども、なので今回僕2走、エース区間やピースだっさ最近すごい有名なラッパーさんと写真撮ったんだけど、こうやって撮った公開 NG なの。一応言わないでおくわ。あ、友達になんなお前おとなしく陸上の動画上げてろ。何の話してっけ。いや、ピースなさいとか言うから。あー、ごめん。2走からですよね、はい、そう、2走なんですけど、高校3年生ぶり。おお、うん。結構いつもいい走りをできてた区間なので、まあ、今回もちょっと自信を持っていけるところなんですけれども、いかんせんね、周りに人いないんで僕の凄さ伝わるから。伝わる、伝わるように撮ってあげる。顔うざ口悪い。お前あの動画で自分の壁爆上げしといて、お前今爆下げしてんの壁爆下げ。確かに爆下げタイム。確かに今回のアクセルチームを紹介していきたいんですけれども、1走団長、初めて大西団長とあの4系をつなぎます。2走僕 で3走がムック。なんで家家やん。アンカーがカンちゃん、総大道ガチの天才、はい、僕以外全員ロング。めっちゃさ、レッドブル飲むじゃん。この動画で何レッドブルと協賛してんの。概要欄見てみ、みんな。でもレッドブルの社長が TKD プロジェクト見てるって言ってました。俺レッドブルよりモンスター派なんだよねもうダメだこれ。正直ね、前半シーズンうまくいかなかったので、これから秋シーズン9月頭なんですけれども、これから9月10月、もしかしたら11月までシーズンが続く中でいいスタート切れるような、そういうきっかけに今日していきたいなと思います。シレさん、前回大会のタイムが 43秒5とかだったかな、うん、多分俺で 0.5 ぐらい変わってるから、まず、はいはいはい、周囲で 0.5 秒速くなってるって結構えぐいな41秒台、41秒、42秒切っていく、うん、最低でも42秒前半、うん、みたいなタイムを出していけたらなと思います。頑張ってください。はい、よろしくお願いします。ダッシュでいこうぜ。今の状態を教えてください。ぼちぼちってところで、ぼちぼちって目標タイムは、まあ、41秒半ば。俺より目標高いんだけど。まあ、まあ4走ということで、どういう仕事をこうしていこうかなと思って。何真面目なお前も真面目な返答するんだお前頑張ります。どういう感じ。なんで雑になったこの大会に向けて頑張ってきた、はい、本ではないので、大西さんがいい記録を出したので、はい、僕らもいい記録をね、歴史を動かせるような走りができたなと思ってます世界大会のインタビューみたいになってくる今日の習志野選手権の100のチャンピオンだから。今日100いくつだった ？11秒。それはちょっと言えない。あの前回の習志野選手権コメントに、ムクシタさん久しぶり見たみたいな、なんか見てくれてる大阪の人が、関西の人がいたので、コメントのおかげで今も頑張れてる。やばそれが僕の原動力でもあるなるほど。じゃあ今日のこの動画のコメントも楽しみ。あの悪口は書かないでお兄さんインタビューしようと思ったら高跳びの審判してますこれから走るんだよね、あの人すごいな、マジで。3走のムック君、念入りにアップしていくと。すごいなこれ、前回動画と同じ、全く同じ光景だデジャブ、これデジャブや、マジで。アンカーの神田くん、審判をする大西団長アップしろって。ダッシュで行こうぜ。え、やっぱやったんだ、さっきスプリンターあるあるなんですけど、うん、多分長距離あんまりないと思うんだけど、関係選手ってさ、めっちゃ思いっきり腕振りじゃん、うん、そうするとここで、うん、こう入っちゃって、たまにビリっていくのよ。マジでみんな共感すると思う、これはマジで多い。俺ない、一回もないわ。ないこれスプリンターあるある。うわ、これお気に入りだったのに、くそー落ち込み方キモ。待って、今だ誰か撃たれた。もう一回おさらいしていい。感覚で 400m やらせていただきました。 4K で39秒で前回のファイナリストマジですげえよ。神田くんが48秒51がベスト。すごいね、今日のメンバー本当にロングスプリンターので、大西さんは高田の審判してますこっち見た気づくことある
3走のムックンから4走の神田くんのバトンパス。はい、バッチリ。2走 TKD と、3走ムックンのバトンパス。さあ動きはいい。ゴッ、はい、TK で速足。いけた？何？やばいよ、なんか濡れてる。そうなん、ベスト？ベスト、よかんない。わかんない。はい、ということで、見てください。はい、これから試合のユニフォームなんですけど、なんか新しいのついてる。ブレードフォーオール。吉木さん生で見たの初めてじゃないですか。初だね。動画で詳しく以前話させてもらったんですけど、アクセルの活動としてブレードフォーオールっていうのを応援させてもらってると。義足の世界がこう当たり前になるようなって、もう簡単に言えばね、もっといろんなたくさんの意味あるんですけど、まあそれの一つということで、ブレードフォーオール、これからもどんどん広めていきたいと思います。まもなく習志野選手権男子 4K 始まります。1走が大西団長、2走 TKD、 3走ムクン。あ、もう始まる。あ、ごめんなさい。さあ始まります。いいスタート、こんなはいいぞ。大西さん、中学男子から速いとの声が。さあそして TKD、 ここうまくいけ。よし、いった。さあ TKD、いいね、いいよ、いい走り。さあ次ムックン、あーちょっと詰まった。さあさあさあ、ここから来年の43秒台を超えていけるか。あいいか、あーいいね、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 ナイスナイスナイス。さあいけ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 、いいね、みんな応援してくれてる。さあ何秒だ、気になる。42秒3。3年前よりは1秒近く早い。41秒台はね、残念ながら出なかったんですけど、お疲れ様でした。ダッシュで行こうぜ。はい、ということでお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、ということで見えていただいた通り優勝優勝しました。じゃーん、1チームやないか、もう1チームや。でもね、3年前のチーム3人変わってないですよ。プラスカンちゃんも早いんだけど、カンちゃんの枠がアクセルのエースのネギスさんだったので、マッスルネギスさんがカンちゃんになって1秒アップですから、明らかにムックンと団長と僕の総力が上がってることが、いやそうだよね、見てわかりますね。チームと目標としては1秒台だったんですけど、こんなもんだよねといえばこんなもんですし、まあ悔しかったといえば悔しかったっていう感じなので、このメンバーはまた集まりますね。本当に周平はシンプルに早かった。よかったね、早かった、いいスタートになったなと、思います。本当にここからの秋シーズン始まるんで、これからしっかり試合出て結果残していきたいと思います。はい、ということで皆さん、いつも動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。あ、こっちだ。OK。 いいスタート、こんなはいいぞ。大西さん、中学男子から速いとの声が。さあそして TKD、 ここうまくいけ。よし、いった。さあ TKD、 いいね、いいよ、いい走り。さあ次ムックン、あーちょっと詰まった。さあさあさあ、ここから来年の43秒台を超えていけるか。あいいか、あーいいね、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 ナイスナイスナイス。いけ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 、いいね、みんな応援してくれてる。さあ何秒だ、気になる。42秒3。